はい、こんにちは。ブラックスクワット、久しぶりにプレイしていきます。ブラストでチームデスマッチ、HK416 使ってきます。まあ、この銃久しぶりですね、使うのは。まあ、この銃結構特徴というか癖が強くてね、なんか6発目だか7発目くらいから急に上に跳ね上がるんでね、振ろうとしてたらそこを気をつけないとね、あさっての方向に弾が行っちゃうんですよね。まあ、特にヘッドショットばっかり狙ってる私からしたら、なんか7発目以降全く弾当てられなくてやられるみたいなパターンが多いんでね、ちょっと気をつけて使っていきたいですね。で、サブ武器もね、買ったんだよね。これが416。まあ、M4 の改良版と言われてる416ですけど。あとサブ武器に、なんだか USB の、なんか、次のモデルのやつ、さあ、サクッと頭抜いていく。お、横から。位置取りがいいですね。で、赤点が見えるんで、上から降りて、とどめを刺していく。さあ、このマップ結構ね、バランスがいいマップで好きなんですよね。おっと、止まってしまった。いやー、暑いっすね。北海道。28度ぐらいあって、ほんときついっすね。北海道人の28度、ほんとにもう、暮らしていけないっすよ。おーっと、危ない危ない危ない。いたいたいた。結構グダグダ。これね、あ、止まったな。これ死んだな。止まったら絶対死ぬんだよな。なんか死んないけど。さっきみたいなね、ほんと振ろうとしてる時がね、すごく難しいんだよね。頭抜いていく。一人。よし。奥。で、ここ入ったんで、横から、準備してない敵を倒していく。ブラスクね、一週間以上ちょっと開けちゃってたんでね。エイムが雑になってきてはいるんだけど、まあまあなんとかなってるか。よし。うわ、ヘッド出なかった、今の。うわ、リロード。最近は特にアップデートもなくて、あれかな、まあ結構1ヶ月前には来たのか。なんだっけ、スナイパーライフルとアサルトライフルとなんか追加されてましたね。MP5 か、弱い銃 MP5 が追加されてた。おっと、これ頭抜けないか。残念。まあね、チームデスマッチもね、まあ、マップが増えないんだよね。なんか前のアップデートでマップ増えたらしいんだけど、なんかチームデスマッチをメインにプレイしてる私にとってはね、チームデスマッチ用の新マップが出てほしい。これこれこれ、めっちゃ上に跳ねてんだよな。もっと後ろか。なんかもっとマップ、本当にマップの、チームデスマッチ用のマップを出してほしい。やり込むとね、結構ね、飽きてしまうんだよね。おっと、また、危な。あ、後ろか。よし。で、ブレ投げてるやつ。出て前。本体ヘッドショット率が低いな。やっぱこの一撃じゃないアサルトライフルランキング、やっぱ M4 がね、一番使いやすいかな、個人的には。M4 を MDR かな、時点で MDR かな。まあ、この武器もね、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、この癖がね、半端ないんで。まあ、ちなみにこれ、なんだっけ、ドットサイト使って、撃てば跳ね上がりは一切ないんでね。6発以上撃つんだったら、エイム2か、ドットサイト見るようにした方がいいっすね。まあ、やっぱ M4、MDR。次にこれかな。まあ、CZ もね、確か強かったんだけど、もうずっと使ってないんでね、もう印象がもうなくなってしまった。確か CZ75 でヘッドショットしまくって、なんか60キルとかした記憶があるんだよな、チームで詰まってて。多分なんか動画上がってるような気もするけど。あの銃も結構ね、使いやすいかもね。
とはね、あれだな、なんか、チームデスマッチで勝つためのっていうわけでもないんだけど、マウスパッドはね、定期的に変えた方がいいですね。特に布使ってる人。なんか、アーティザンのゼロ、ミット使ってるんだけど、あれね、やっぱね、半年も使ったら相当滑りが悪いんだよね。あ、うち猫飼ってるんでね、上に猫が座るんですよね。あの、パッドの上、お気に入りなのが猫の毛だらけでね、結構このマウスにも影響出てくるんだけど、まあ、半年使ったらもうボロくなって、滑りが悪くなるんでね、変えるんですよ、新しいの。で、変えた後が一番ひどい。これ、まあちょうどね、今変えた後なんだけどね、なんか感覚が全然違うんでね、滑りすぎてなんじゃこりゃみたいな。やれた。お、半分ぐらい終わった。いや、80対77で結構いい勝負してますね。ヘッドショットは出てないけど、結構なんかサクサクキルしてるような気がする、いつもより。あと、いつもより敵によく合う。なんかね、結構同じ方向から、お、グレネード持っている。あー、これ、これね。これで頭抜きたい。でね、ハンドガンもせっかく買ったんでね、久しぶりにハンドガンだけでもプレイしてみようかなと思います。さあ、赤手いっぱい見えるな。あの階段下にもいたんだけど、今回はこっちから攻めていく。うわぁ、死んだ。それだよね、この近距離で全然当てれない秒。M4 とかだったら絶対こんな事件は起きないんだけど、ここがね、やっぱ慣れてない感じで、もう出しちゃってますね。ターボール。ターボールなんか使ってる人多いんだけど、使いやすいのかな、この銃。なんか、ちょっとサブマシンガン寄りで、微妙かなって思ったんだけども、意外と、あ、奥。よー、ちょっと頭抜いた。これこれ。この制御しながら頭抜く。さあ、出てくるぞ。奥に、やつ倒して、横向いて、一人やって、階段下に赤点があるね、確実にいる。そいつの頭をサクッと。まあ、頭抜けないね。おお、やられた。嘘だ。またタボールだ。そういえば全然関係ないけど、なんかこのゲームのナイフの名前がなんかあんまり聞いたことないようなナイフで、なんかニムラバスだったっけな。ニムラバスって何かなと思って調べたら、なんか本当に存在するタクティカルナイフなんだね。なんかナイフ全然詳しくないから、あれなんだけど。ニムラバスをアマゾンで検索したら、結構なね、値段するんだよね。なんか2万とか3万とか。ちょっとね、欲しくなっちゃったけどね、買ってもしょうもないんでね、見るだけにしましたけど。ナイフ戦は、まあ、多分ナイフ戦はやらないと思うけど、ナイフでね、殺されることもね、普通にゲームしてたらないんだよな。出てきた。おっと、ちょっとやっぱりこれは、下手になっている。あとな、この銃特有のリコイル制御のためにね、撃っている途中からやたら視点を下げる癖がついちゃって。そういうのを調節しながらやるから、高低差あるとこだとね、きついんだよね。感覚がわからん。一人二人。よし。おっと、びっくりした。サグレ投げて、振り向いて。あ、いるね。おっと、おっと、ちょっと待った。ひどすぎる。いやー、難しいな。本当にね、6発目ぐらいから急に上に上がるんだよね。なんか徐々に上がっていくとかだったらまだやりやすいんだけど。これなー、もう使うのやめようかな、今年。そんなにな、そこまで使いたい銃でもないんだけどね。まあまあまあ。さあ、138キルいって。あー、なんか向こうが133か。結構いい勝負してるかな。ああ、MDR もね、しばらく使ってないんだよね。強い人結構 MDR 使ってるイメージあるんだけど。しばらく使ってなかったんでね。MDR、一回ぐらい使ってみようかな。うわぁ、後ろから頭打たれた。で、残り3キル。いけるか ?148、149。うわ、いない。敵に合わなかったけど終わってしまった。150対135で、
8。416はやっぱりね、癖がある銃なんでね、6発目、まあ、6発目なのか定かじゃないけど、撃ち続けるんだったら、ドットサイト使ってくださいっていう感じですね。あ、意外とキルしてたね。56キル。ってな感じでね、じゃあ次、MDR かハンドガン使っていきます。